三歳的書基ソロンの授業を始めていきます。今回はオンデマンドという形になってまして、まあ教室では授業をしてないんですけども、まああの事前収録という形でやってます。で、今回はですね、この生活と消去法っていう話をしていくんですけれども、まあどういうことかというと、前回ですね、前回やってたかった。前回ですね、この不平路消去法っていうのをやったんですけども、まあこれのですね、まあ相対版のような形、 なんですね。それが、ま、あ生活と初期法で、ま、あどういう意味で、あの、相対なのかってことは、ちょっと今から、ま、あ紹介していくということになります。はい。で、まあ、まず復習から、えっと、B 流っていうのを考えてました。で、B 流何だったかっていうと、えっと、まあ、このような形で、ま、あ流れなんですけども、この各頂点、まあ各、各と各というか、あの、ある頂点に、この、あの、供給とかですね、需要っていうのが与えられているというのが、ま、あそれがですね、この D という関数で定められていると。で、えっと、 B 流といった何なのかというと、それはまあ流れなんですけども、だから各個に対して何か皮膚実数を割り当てるような F なんですけども、で、それは何かというと各において、各個 A において、その A の上を流れている量っていうのが、容量 UA を超えないということですね。まあ、もちろん0以上でもあるということは必要です。で、あと、2位の頂点に対して、その頂点から出ていく量と入っていく量のまあバランスがこの BV で与えられていると。 で、BV が正だったら、ま、そこからは、そこには供給があって、BV が負だったら、そこに、その BV の絶対値分の需要があるというふうに考えているというわけでした。はい。で、えっと、その費用といったら、その時には、えっと、ここに対して費用関数が与えられている場合を考えて、その FA と CA の積の和を考えて、それを F の費用とするということになってました。はい。で、最小費用流問題といったら、 そのような状況において、この最小費用の B 流っていうのを求めましょうっていう、まあそういう問題だった。まあある場合にはそれを求めるということですね。で、まあある場合で考えているということになります。はい。で、えっと、その時にですね、あの、重要なもの、考えると良いというふうに言っていたものが、この補助ネットワークというもので、何なのかというと、今ここに書いてあるのはまあ B 流なんですけども、B 流に対して何か、 与えられたら、それがつく、なんか、えっ、ー、と、B 流が与えられたら、そこから補助ネットワークが作られると。で、それは、何を意味しているかっていうと、まあ、その各項に対して、この場合も、あの、容量と費用が与えられている。まあ、ちゃんと言ってませんでしたけども、この、あの、各項でこう2つ並べていたら、初めの方が容量で、あの、後の方が費用というふうに、まあ、書くという決まりで書いてますけども、えっ、ー、と、どういうふうに作っているかというと、元の方でですね、この項 A に FA 流れているというときには、 えっと、fa がですね、u,ua に、えっ、ー、と、足してない場合は、この子の上をまだ、えっ、ー、と UA、ua-fa 分だけ流せるので、純向きの子があって、そこの容量がまだその流せる量、ua-fa となると。で、それだけ流すとコストがかかるんだけど、コストはま、元の子と同じ ca であるということです。で、一方で逆向きの子がある場合があって、まあ、fa、 正の場合にですね、その FA 流しているのをキャンセルできる。やめ,やめることができる。ので、それをですね、この逆向きの子で表すと。で、それは、えっと、容量が FA、その、戻すことができる量で、でそれを戻すと、えっと、費用が減るので、マイナス CA という費用をつけるというふうになっているというわけでしたね。で、まあ、それをこの補助ネットワークというふうに呼ぶんですけども、まあ、前回この不平等初期法の時には、この補助ネットワークの中で、えっと、費用が不利になるような、 費用はが不利になるような、えっ、ー、と、平路を見つけて、それを、えー、と消していくというか、そこをキャンセルしていくということをやっていたわけです。で、まあ、この補助ネットワークっていうのは、あの、線形計画問題としてですね、こう最小費用流問題を書いたときの相互性に何か関係しているということを言ってました。で、どんな感じだったかっていうと、今、下に相互性条件、この、えっと、最小費用流問題に、えっと、検定した場合の状況で書いてますけども、 えっと、元々がこういう状況ですね。FA 流れている状況で、その時に、えっと、元ネットワークには右のような状況が現れるんですけども、この順向きの子ですね。この U から V に向かっている子っていうのあるっていうのは、これは、まだこの、えっと、この順向きにですね、元々こう流せるってこと言ってるわけだから、UA-FA が正の場合と、まあ正で、正であることとその順向きの子がある,あることは同値になります。 でその時には、この相方性条件を見ると何が言えるかっていうと、この ua-fa っていうのが、ここの部分ですね。ここの部分が正だって言ってるので、その、それと za をかけて0になるためには、この za が0じゃないといけないというようなまあ条件が出てくるというようなことが、まあ、この補助ネットワークの構造とまあ対応しているというふうに言ったわけですね。一方でですね、この逆向きの子がある時には、この fa っていうのはこれは正になっているわけですね。正になってる。まあ、それと同値なわけです。で、その時にはこの相方性条件から、この後ろの部分、これが、えっと、0になってないといけないと。 いうことがわかるということになるわけです。まあ、こんな形で、まあ、補助ネットワーク考えているというのは、この双方性条件考えていることとまあ対応しているというふうにまあ思ってほしいということになるわけです。はい。でそれでですね、えっ、ー、と、そこから、その、あの、これ2回前のところにやったんですけども、簡約、費用、最適性条件というのが得られるということがわかったわけです。何だったかというと、エグというのが、 その最小費用 B 量であるための必要十分条件なんですけども、それは、えっと、頂点に対してですね、なんか値を割り当てる関数、これ、ポテンシャルというふうに呼んでいたんですけども、このポテンシャルとして、ここに書いてあるような条件を出すものが存在するというふうに言ってました。何だったかというと、AF っていうのは、これは、えっと、あれですね、補助ネットワークのこの集合ですね。えっと、補助ネットワークのこの集合。 で、えー、っと、ちょっと,っ,ち、えー、っと、この集合で、えー、っと、その、だから補助ネットワークの任意の UV に対して、これですね。これが、えー、っと、何、ね、と。これ,これが0以上であると。で、これは、あの、CF って何だったかっていうと、えー、っと、その補助ネットワークにおける UV というこの費用です。だから、まあ、これ負の場合もあるわけですけども。で、まあ、そういうもの、これですね。まあ、これ、あの、簡略費用とかって呼んでいたんですけども、それが、まあ、0以上になるということが、必要十分条件であるというふうに言いました。 で、まあ、前回これを使ってですね、あの、不平炉、最適性条件というのも導いて、それを使って、あの、アルゴリズムを作ったというふうになっているわけです。で、で、前回はそういう方だってたですね。この、えっと、不平炉、最適性条件というのを求め、えっと、導いて、そこから、この不平炉消去法って、アルゴリズムが、まあ、自然に導かれるんだっていう、まあ、気持ちというか、そういう話をしたと。で、今回はですね、この、 3つ目、このイカット最適性条件という話をご紹介します。で、まあ、そこからですね、これですね、今日の内容ですね。で、そこから、ま、アルゴリズムが得られるんですけども、それは、あの、性カット消去法と呼ばれるアルゴリズムです。で、まあ、それを説明していくということになります。で、これはですね、まあ、あの、相対的な見方をするという形になります。で、まあ、それはどういうことなのかってことを今から説明していくということになります。はい。で、えっ、ー、と、先にですね、その、 えっと、生活と消去法がどういうものなのかってことを言うと、まあ、相互性定理ってもともとその線形計画問題にはあったわけです。何だっだかっていうと、なんかその、えっと、なんか考えているものがですね、最適解であるための必要十分条件が、それだからが主教要請と、総中域要請と相互性条件って三つのその条件を満たすことと、まあ、同値であるということを言っていたんですけども、生活と消去法は、まあ、このですね、F と Y と Z の、これ、あのかまあ、Z の方はこの Y から、あの、 作れるんですけども、この F と Y を、えっとまあ、見ていくんですけども、Y の方がですね、この相追問題の境界であるって性質をずっとえっと保つ形にします。 だから、この相追強性というのをずっと満たすようにすると。で、えっ、ー、と、まあ、ま、補助ネットワークのようなものを考えて、まあ、その補方法性もずっとその考えていくという形になります。で、この Y をですね、更新して,きていきます。その Y、先ほどの言い方で言うと、これ、ポテンシャルに対応してるんですけども、このポテンシャルを更新してきます。で、それで、なんか更新していくと最終的に、この F として、何かその主強性を満たすものがなんか得られるということになります。で、そうすると、この3つの性質が満たされることになって、最適化が得られますよ。その最小費用流が得られますよという形の アルゴリズムになります。だから、見方はですね、その、ポテンシャルをずっとなんか、あの、追っていくっていう形のアルゴリズムになります。前回のですね、不平路消去法は、その B 流をずっと保っていて、持ち続けていって、それをどんどん更新していくって形だったんですけど今日の話は、ポテンシャルをずっと持っていて、それを更新していくっていう、そういうような話になります。はい。じゃあ、どういうことなのかってことを順番に説明して、まずこの最適ポテンシャルっていうものが重要な役割を果たすので、これを説明します。はい。これ、先ほどお見せした、 簡費を最適性条件これそのまま書いたものです。でですね、えっと、これの、えっと、この条件ですね、ここの、えっと、これをですね、ちょっともう少し、あの、ちゃんと眺めてみるということにします。そうすると、これ先ほど言った通り、この、えっと、補助ネットワークのですね、任意のこう、UV に対して何かが成り立つよっていうようなま条件になっているというふうに言ったわけです。 で、補助ネットワークの子っていうのが、順向きの子と逆向きの子の両方あったわけです。まあ順向きの子の方を F と書いて、逆向きの子の方を B と書く。というふうに言ったので、まあその UV っていう、この今考えてる子がですね、任意の子が、順向きの子の場合と逆向きの子の場合と書きますかね。順向きの子の場合と逆向きの子の場合で、ちょっと分けて書きましょうと。で、順向きの場合ですね。ま向きの場合は、 この最後のこの不等式どういうふうに書けるのかと考えましょうと。まず、えっと、純向きの場合っていうのはどういう場合だったかっていうと、これはまだ流せるって言ってたんで、この UV 上流れてる流量っていうのが、えっと、これですね。あの、容量にまだ足してないという時でした。で、その時には、ここの、えっと、左辺ですね。この簡約費をどうかけるかっていうと、純向きのこの 費用は元々の費用と同じでしたということですね。だこういう形で、これを CFUV っていうのは CUV と同じになるということです。だから、ま、ここの形、この不等式で元々の条件の不等式をかけるということになります。ですかね。で、一方でですね、UV が逆向きの子の場合、逆向きの子ってことは、えっ、ー、と、ちょっとこれは、色が、逆向きの子ってことは U と V があって、えっ、ー、と、UV が逆向きなんで、元々の、えっ、ー、と、 ネットワークにおいては、V から U に子があると。元ですね。元では、V から U, U に、えっと、子があるということになります。で、それそ、そこの上に何か流れていると言ってるんで、FVU が正であるということと、まあ、この UV が逆向きの子であるってことが、まあ、同値なわけです。で、この時には、この CFUV ですね。その UV の上を、えっと、の UV というこの費用っていうのは、元々のこの子ですね。VU の向きの子 の符号を逆転させたものになっていると。まあ、こういう形ですね。いいですかね。ということになっているということでした。だから、ま、ここマイナス、えっと、CFUV はマイナス CVF、マイナス CVU になる。ですね。で、これは今、ここ書き換えたわけです。で、これ、えっと、両辺、今、この不等式を、もま書いたんですけども、この両辺にマイナス1かけると、下の式が得られると。CVU がマイナス PV プラス P、すいません、すいまい VU-PV マイナスプラス PU がゼロ以下になるということが言えますと。ですね。で、今、ちょっとこの上の式、ちょっとこうですね、書きましょうかね。この上の式と、下の式で比べると、まあ、これ、まあ、形は似てるんですけども、上の式の,の UV の役割をまあ V というか入れ替えたものが左辺にきていて、えっと、不等号の向き逆になっているということになります。で、今ですね、この UV が逆向きの時には、VU が元々の、えっと、 ネットワークにおける子であったって言ってるんで、元々のネットワークの子の立場から言うと、まあ、この左辺ですね、二つの左辺は、まあ、同じものを表しているということになるわけですね。視点が U で終点が V、視点が V で終点が U という、そういう形になってますので、で、まあ、そう思って、これ、この上のですね、簡約費用最適性条件を見直してみるということをします。で、ちょっとこういう形になると。なんなのかっていうと、先ほどは、 フォトネットワークの個 UV に対してっていう形で書いてたんだけども、今度は元のネットワークの個 UV に対してという形で書いてますと。で、上の方の条件ですね。上の方の中この FUV が UUV 未満の時にはこれが成り立ちますよと。この式ですね。この式成り立ちますよと。で、FUV が0よりも大きい。で、この U と V を逆転させたものがここに来ていると思ってください。 でそうしたら、この最後の式の u と v を入れ替えたものがここに来るというふうな形で、先ほどの間略費用最多規制条件と同時なものが今ここに書かれていると思ってください。どういうことかっていうと、f が最小費用 b 流であるということは、ここに書かれている条件を満たすようなえっと p というポテンシャルが存在することですということになっているわけです。 で、そのポテンシャル P が満たすべき条件は、元のネットワークにおける任意の子 UV に対して、この二つの条件が成り立つということです。今、なんかこの線、あの、これマイナスじゃなくて、ただあの、項目を並べているときのその初めの、えっと、マークなので、それは注意してください。これマイナスじゃありません。はい。ということで、まあ、こういうふうに、まあ、これ、これ書き換えただけですね。先ほどのその、簡約費用最適性条件を。簡約費用最適性条件、元々、前のページでは、その、補助ネットワークにおける子、 に対する形で書いてあるんですけども、ここは元のネットワークのこれに対する形で書いたというふうになります。今ですね、ここの二つの条件、これ、あの、対偶取っても、えっと、同値ですから、こ対空取りましょう。そうするとこうなると。上の方の条件は、えっと、この、えっと、簡約表示じゃないですね。これが負だったら、この、えっと、負等が成り立ちませんよと言ってるんで、つまりもう流せませんよって言ったとで、fuv イコール uuv になるというと思います。 一方で、下の否定ですね。この cuv-pu p u s pv。これが正ならば、この fuv はゼロよりも大きいじゃないので、fuv はゼロになるということになります。ですから、だから、えっと、今、この2つの条件は、上の2つの条件の待遇をそのまま書いたものになっています。ちょっとさっきちゃんと、えっと、強調していなかったから言い直すと、えっと、ここの前の部分のこの2つのこの左辺ですね。これ全く同じです。式としては。全く同じです。 で、それもちろん、だからその待遇をとっても、ここの分全く同じなという形になっています。そうすると、まあ、それが、えっと、負であったり、正であったら何とかであるということは書いてるので、まあ、一応、えっと、イコールゼロだったらどうなのかってことも書いておきましたと。 で、これは、まあ、つまり、えっと、ここの条件としては、まあ、何もないことになるので、自明なことを書いておきます。自明なことって何なのかっていうと、この F が、まあ、最小費用 B 流であるためには、もちろん B 流でなくちゃいけないので、えっと、この FUV は0以上 UUV 以下であるという、この容量制約を満たさないといけないということですね。っていう形で、まあ、この上のですね、別の書き方をまた、えっと、タイを取って別の書き方をしたもの。 こなって、これも、ま、その簡約費用最適性条件と同じことを述べているということになるわけです。いいですかだから、ま、これはその簡約費用最適性条件を別の言い方、別の書き方で述べたものということになります。で、これが重要で、何かっていうと、これは、あ、なんでかっていうと、ここからですね、その最適ポテンシャルっていう用語が定義できるからです。でも何を言っているかっていうと、あ、まず、ここの簡約費用最適性条件ですね。F っていうものが最小費用ビールであることは、 ここに書いてあるようなポテンシャルが存在することだっていうふうに言ってるわけです。で、ポテンシャルっていうのは、その装追問題の、なんか、あの、許容界に対応するものだったわけです。だから、逆にすると、じゃあ、えっと、今、この、えっと、貯金を満たすようなポテンシャルっていうのは、その装追問題に対する最適解に対応してるわけです。なんでかっていうと、この簡略費用最適性条件っていうのは、相互性定理から導かれたものだったので、えっと、宗教要請と、装置強要と、 えっと、相補性条件を,を満たすものとして、この P が出ているわけなので、P は相補性定理から相対問題の最適化に対応するということになるわけですね。だから逆に言うとすると、えっと、P が先に与えられて、この条件を満たす F があったら、F があったら、その P は相対問題の最適機械に対応するわけです。で、そのような P のことを最適ポテンシャルと言いましょうというのが次のページで説明することです。 これはこれですね。今、定義として最適ポテンシャル。これちょっと英語書いてませんけども、オプティマルポテンシャル。で、えー、っと、ななのかっていうと、まあ、えー、っと、設定はその今、ネットワーク考えてる状況と同じなんですけども、えー、っと、P が この焦点にその値割り当てるんですけども、それが最適ポテンシャルであるというのは、ここは定義で、次を満たすような B 流 F が存在することですと。で、ここに書かれている条件は、先ほどの簡約費用最適性条件にあった条件の書き換えに,にあった条件と全く同じです。いいですかね。で、そうすると、何がわかるかっていうと、P に対してこの F があれば、F に対してこの P があるのと同じなので、えっと、この、P、F は、 主問題の最適解。つまり、最小費用 B 流で P が相対問題の最適解になるという形になるわけです。だから、まあ、ある意味、その相対問題の最適解のことを最適ポテンシャルと呼んでいるというふうに思ってもらって構わないということになります。いいですかだから、えっと、何をしたいかっていうと、これ、あの、もともとですね、この最小費用 B 流、そして最小費用 B 流っていうのを求めたいっていうふうに思っていたんですけども、その視点を変えて相対問題の方を考えましょうと。で、相対問題の最適解。 最適ポテンシャルですね。それを求めるってことを考えていこうっていうのが今日の話です。ですかね。で、最適ポテンシャルであるためには、このような条件を満たすような F が存在すればよいので、そのような F が存在すれば、それが最小費用ビリュになって最、最小費用ビ最小費用流問題を解けますね、ということになるということになります。そういう話が今から続いていくことになります。 じゃあ、まずですね、なんかこの P ってなんか遺体の知らないものが与えられたときに、それが本当に最適ポテンシャルかどうかってことを確認するっていうためには、どのようにやったらいいのかってことを考えていきましょうと。まず例をやっていきます。じゃあ、例ですね。今、このような状況のネ,、まあ、ネットワークがあって、この各頂点について、この紫色の数値。これがですね、その、えっ、ー、と、頂点のポテンシャルを表すとしましょうと。じゃあ、これは最適ポテンシャルですかどうですかってことを、まず考えましょう。で、 最適ポテンシャルであるためには、ある条件を満たす B 流が存在すればよいということでした。それは定義でした。で、その条件はここに書いてあります。で,ですかね。ここに書いてあります。で、そうすると何かっていうと、その各個に対して、この CUV、各個 UV に対して CUV-PU プラス PV っていうのを、まず計算しましょうということになるわけです。だからね、だから例えば、今この V2 から V5 に向かっている子がありますけども、ここでは、えっと、費用は3。 で、こちら側の、えっと、えっと、視点の、えっと、なんだっけ、<laughs> ポテンシャルが3。で、終点のポテンシャルがこれ0になってるので、この cuv-pu プラス pv っていうのを計算すると、これは費用が3で、pv が3で、p、あ、pu が3で、pv が0。で、ロになると。こういう形になるわけですね。で、こういうのを、まあ、その全ての子に対して、計算していくということをするわけです。 で、そうするとですね、まあ、こんな形になると。今、計算したのはここですね。これ、ま、その、まあ、簡約費用ですけども、この簡約費用が、まあ、ここの V2 から V5 に向かっているところは0になると。この、えっと、V4 から V2 に向かっているところは3マイナス2プラス3なので4になるとか、こんな形になるわけです。いいですかね。で、そうすると、今、この中に、負になっているところとか、正になっているところがあります。ですね。この左辺が負になったり、正になっているところがあります。で、今から何するかっていうと、まあ、今その簡約費用を、 求めたので、それに、そ、その、解約費用から、えっと、この条件を満たすような F という B 級が存在するかどうか考えるわけです。で、そうするとですね、この正になっているところ、解約費用が、解約費用が正になっているところは、そこは0しか流しちゃいけませんよというところでも、この、あの、欲しい、えっと、条件がこれ決まるわけです。 で、えっと、負になってるところですね。翻訳比負になってるところは、容量いっぱい流さないといけませんよ、とか、これ、これ決まってるわけです。だから、この V0 から V1、V0 から V4 のところ、これマイナス1だから、ここは、えっと、容量いっぱいに流す必要があります。し、V1 から V2、V4 から V2 に向かっている子は、えっと、翻訳費用が正なので、その子は0しか流せません、ということが、この条件を満たすようなビーにおいてはが決まってるわけですで。それも書いてあげます。こんな形です。では、この、 まあ、この4つの項で流れている量は決まってます。これを流さないといけない。で、あとのところを、項が今、えー、と5個あるんですけども、そこの流量をですね、うまく調節することによって、これ全体が B 流になるようにできますかということを考えればいいわけです。でそうすると、この場合はじーっと流れると、これはできないということがわかります。つまり、ここの条件を満たすような B 流っていうのは、このポテンシャルに対しては存在しないということになります。 でまあ、じーっと見ればわかるっていうのは、あんまりちょっと説明して,してよくないので、で仮にですね、えーっと、各頂点において流量保存の補足が成り立つとしましょうと。で、そうすると、今ですね、V0 ってところには3だけまあ供給があるわけです。で、3供給があって、3つ個が出ていっていて、そこの出ていっている量もまあ3と等しくなくちゃいけないわけですね。だけども、もう右ににえー、っと、右下に2出ていっているので、もう4出ていってしまっているわけです。 だから、無理にこ、この V0 から V3 に流そうと思うと、マイナス1流せればいいんですけども、マイナス1っていうのは負、まあ、あるいはそのえっと容量制約満たさない流れになるので、まあ、よろしくないということになるわけです。では、そんな形で、ですべ、ねまあ、てのこに置いて、すあべあての頂点において、えっと、あれですね、容量保存制約満たすようにしようと思うと、ここで1で、マイナス1なので、えっと、ここ2かな、に流さなくちゃいけない。 マイナス2ですね。マイナス2なわけちゃう。で、マイナス2なので、ここ2かな。で、こう3あこの。こんな形になってる。違う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 。ここ3じゃない。えー、っと、ここは1ですね。一ですね。こういう風になってしまうと。で、そうすると、まあ、ここら辺で、 容量保存制約を満たさないので、よろしくありませんということになります。今書いてあるのは、その、各頂点で、容量保存制約を満たすようにすると、容量保存制約、容量制約満たさないことになって、えっと、このような状態満たすビールが存在しないってことを言ったということになります。これ、これ多分書いてあるんですけども、この形ですね。そうですね。ということで、まあ、存在しないということになります。ということで、まあ、ここに書かれていた、この紫色の数値で表されるポテンシャルっていうのは、最適ポテンシャルではないということになります。まあ、これは、だから最適ポテンシャルではない。 最適ポテンシャル、シャル、ではないと。いうことになりますで。これ例1ですね。じゃあ、別の例を見ましょうと。まあ、別の例って言っても、これは多分最適ポテンシャルになるんですけども、えっと、これは多分、えっと、もう、あの、供給や需要も変わってますが、えっと、ここに紫色で書かれているものが、えっと、ポテンシャルです。で、これが最適ポテンシャルですかってことを考えるわけです。でそうすると、先ほどと同じように、まず、この、 条件の左辺に書かれている簡略費用をまずとと求めましょうと。で、こんな形になると。簡略費用。書きましたと。でそうすると、この正であるところとか、負であるところ、あ、生と、もう一回ありましたね。正であるところ三3箇所と、負であるところ2箇所の流れる量っていうのは、こうでなくちゃいけないというのが、この条件を満たす限りは決まってしまいます。えっと、正のところは0。で、負のところは容量いっぱい流すということになります。こんな感じですね。 負の、不平のところは0ですね。正のところは0。で、負のところは、余裕いっぱい流すと。で、あと、1、2、3、4、5、ここがあるんですけども、ここのところをうまく流して全体として B 流が作れますかということになるわけです。で、この場合は、ま、G と流れると確かに作れるってことはわかります。で、こんな感じにすればよいと。で、そうすると、V0 は5入っていて、2出て、1出て、2出ると。V1 のところにも2入っていて、2出ると。こんな形ですね。 全体的に、えっ、ー、と、分分散も2入ってきて、2出ると、こういう形になっている。で、容量制約どこも満たしているという形になって、この場合は、この、えっ、ー、と、条件を満たすようなビリュー存在するということになるので、これは最適ポテンシャルであるということが言えるわけです。いいですかで、で、さっき言ったみたいに、この時、この時には、この赤いのが、今、そう見つかった、 B 流なんですけども、これが最小、費用、B 流になって、今、ここに書かれているポテンシャル、最適ポテンシャル、つまり、相対問題の最適化になっているという形になります。いいですかね。ということになりまして、えー、っと、まあ、今はですね、ちょっと前のページに戻りますと、こんな形、今、だからこの条件を、ここの辺、この、なんか、流れる、えっと、あ,ある、一定の、ある、一定というか、あの、ある、定められたこれに対しては、これだけ流しますよということが決められている状況で、 えっと、他のところ、あの4つのこのですね、流量を決めて、確かにその B 流がありますってことを言ったんですけども、まあ、今はそういうものが存在するかどうかってことをなんか目でじーっとですね、眺めて確認したわけです。で、まあ、それはあんまりその、 なんていうのかね、統一的じゃないというか、まあ今これはなんか4つのこの部分しかないから、まあ目で見てじっとわかりま、見ればわかったという形になりますけども、もっと大きなネットワークとかだったら、その目で見て確かめるっていうのは難しいかもしれないので、もう少しその統一的なですね、方法っていうのをご紹介したい。何かっていうと、その、まあ B 流を考えるんだけども、ある子においてはもう流れてる量は決まってます。まあそれはそのゼロなのか、要領いっぱいなのかっていうふうに決まってるんですけども、その場合に、その、えっと、 ここに流れている量が決まっているときに全体として、えっと、ついつまが合うような微流がありますかどうですかっていう問題を解くような方法を考えます。で、それちょっと次のページであの確認法と言ってるものなんですけども、今ここに書いている、えっと、状況はですね、これは先ほど最適ポテンシャルであるというふうに言った状況です。で、ここら辺流れる量はもう決まってると。で、全体として、えっと、 このついつまがうような B 流っていうのを見つけたいっていうことを考えますで。その時にはですね、次のような形で最大流問題に変換します。で、どうするか。えっ、ー、と、これなんかよくやってるような感じかもしれませんけども、こういうものを作ります。で、これ何なのかっていうと、これその最大、あ最小費用流問題を初回の時にやったような形と同じで、真ん中の部分、これは元のネットワークが書かれてます。で、S と T っていうのを付け加えると。で、S から2つ個が出てるんですけども、これはその供給が、 ある,ところにつけてるとで、えっと t っていう,のう別の頂点も付け加えてるんですけども、これ、ここに向かっている子っていうのは、えっと、あれですね、需要があるところに付けてると。で、その s から出ていってるこの容量っていうのは、その供給量そのものとしましょうと。t に入っていってるこの容量は、需要の量そのものにしましょうと。まあ、需要の量というのはその bv っていうものの、えっと、絶対値ですね、としましょうと。 いうふうにしています。で、まあ、今、最大流問題を考えようとしているので、このネットワークには費用じゃなくて、えっと、容量しかないんですけども、えっと、今ですね、この流したいと思っているところの容量、これは元の個の容量そのままです。それ書きます。で、ここら辺にもう0しか流せませんので決まっているところ、ここは、ここでも0しか、右側の方ゼ0しか流したくないので、そこの今、0流ると、流れると決め,決めた個の容量は、右においては0とします。ここですね。 ゼロとしますでそうすると、まあ、ここには流れませんよ、ということが、えっと、保証できます。で、一方でですね、ここ、これ3流したい、これ3流さないといけませんよっていうふうに言ってるとこがあるわけです。ですね。で、これはどういうふうに思うかっていうと、ここは実際に3を流しません。流さないで、ここでその s と t をうまく使うんですけども、どうするかっていうと、こういうふうにします。何かというと、ちょっと、まず、えっと、下にこれイメ下に、下は手続きが入っていて、ua という、 えっと、容量がある。ここに、その、容量いっぱい、ua だけ流れてるとしたら、それに対して、この右に書いてあるような変形、変換を行います。でどうするかというと、この項自体の、えっと、容量はゼロにする。だからこう、今ここ3流れてるんですね。その項はこれゼロにする。容量は。で、だから、ま、ここには流さないことにするわけです。流さないんだけども、この、えっと、項の上に ua 流れてるってことは、その、えっと、 流量じゃなくて、えっと、流量保存制約を、み、を満たしていることを、えっと、強制しようと思ったら、この UA、こっちはですね、この、えっと、支点の方の、えっと、頂点には、全体として、えっと、UA 分だけ、こう、なんか流れてきていないといけないわけです。で、えっと、この、えっと、終点の方からは、この UA 分だけが、こう、なんか、全体として、こう、なんか出ていっている必要があるわけです。 まあこの UA 以外のなんか別のものはあるかもしれませんけども、この UA 分だけ考えると、UA 流れてる分だけ考えると、バランス取るためには UA 入ってないといけませんし、UA 出ていってる必要があるわけです。ですね。で、これをこちら側でその模倣するためにどうするかっていうと、ここのコリは流さないで UA へ入ってきたものをこの視点に出すんじゃなくて、ここのその、えっと、 こう通さないで、す、すぐすぐこの遊泳文を、あの、えっと、なんでしょう、あの、この終点の方に出してしまいましょうという形にします。こっちですね。こっちですね。だから S から、なんか、えっと、えっと、変なことになってしまって、ちょっと待ってくださいね。S から、この、この項の終点ですね。 だから今、この V2 から V5 に向かってる、こう考えてるんですけども、S からこの終点に向かって、この、えっと、この3だけ流している分っていうのを、もう直接この終点に流してしまいましょうと。とそれで、この V2 から V5 を通って、もともとは3流れてるんだけど、それをもう S から直接 V5 に流してしまいましょうというふうにしますと。で、同じように、V2 にもともと3入っていたんだけども、あ、じゃえっと、V2 から、 えっと、3出てるためには、えっと、この、この、えっと、V2、V5 通って、V5 から3出てるんですけども、それを、このもう、あのし、その、視点からそのまんま、この V5 のところに、こう、出ていってるというふうに思って、V2 から T に向けて、こう、3流すっていうふうにしましょう、というふうにします。で、そうすると、もともと、この V2 から V5 に、 にこう3流れていたんだけども、それはなんか、どっかから V2 に通 V2 を経由して、この、えっと、こう、通って3流れて、どっかにこう、出ていくっていう形になっていたものが、この、えっと v、V2、V5 っていうを使わずに、なんか、えっと、直接 V5 を通って、えっと、3流れていくのと、直接 V2 からその、こう通らずに3流れていくっていうものになんかこう、分けられるという形になって、まあ、つじつまが合う形になります。 いいですかね。だから、例えばこの V2 の状況を見てみると、まあ3入ってきてて3出てるっていうのは、あ、V2 において3入ってきてて3出てるっていうのは、まあ3入ってきているその供給の分と、その3、えっと、V2、V5 通って出てるのが直接、こう t に向かってるというふうに思いますし、V5 のところを見てみると、この、まあ、えっと、上から3、左から3来るということが決まってるんですけども、えっと、 それは、これですね。S から直接、その V5 に3プラス3が入ってきているというふうに思うと。この V2 から入ってくる V4 から入ってくるじゃなくて、それらが S から直接入ってきているというふうに思うと。で、V5 のところで供給力なんですけども、それがこう T に向かって出ているというふうにま考えると。いうことで、この V2、V5 のところを直接流さずに、その S と T を経由して、その同じ分だけ流すというふうに、まあ、その模倣するというふうにします。 という形で、こう右側のネットワークができまして、で、これは、ま、今すべての子に、えっ、ー、と、容量がついているという形になっています。はい。で、それで、このネットワークにおいて、最大 ST 流を考えます、ということをします。で、まあ、実際これは、ま、その最大流問題に対するアルゴリズムとかを使えば、まあ、好きなものを使えば、求められるわけです。で、実際に求めたのは、こんな形になると。こんな形と。で、これは何なのかというと、S から出ている子が5、 3, 3プラス3っていう容量を持ってるんですけども、その容量をすべて使ってます。容量をいっぱい流している。で、これは何意味、で、えっと、A、t に入ってきている子が、2、3、6、3っていう容量を持ってるんですけども、それらもすべて使い切ってるとで。これ何を意味してるかっていうと、まず、s の方から見ると、この5と3っていう、えっと、まず供給はすべて、えっと、与えて、なおかつ、この、ここですね。そもそも流さなくちゃいけないかった、この3と3っていう量もちゃんと流せてる。 ってことになって、えー、っと、これによって、ちゃんと、えー、っと、このすべての、あの、この、えー、っと、なんだろう、供給と需要を、あの、満たすように、えー、っと、流せてるということになるので、この流し方が、えー、っと、元のネットワークにおける、えー、っと、B 流に対応しますよと。で、実際にこの、今流れが決まってないところは、この流れてる量ですね。これを与えてあげればよろしいと。だから、ここのところに、ここに、ここ一。ここ ここにですね、っていうふうにしてあげると、ちゃんとビールになっているということが分かるということになるわけです。で、その先ほどの条件を満たすようなビールが存在しますから、これ最適コデザルだたことか言えるということになります。いいですかね。で、特に、これ今、これ最大流ですから、えっと、最大流最小カット定理っていうのが最大流問題にあったわけです。だから、今これは5を足す3足す6っていう、えっと、どんだけですかね、ちょっと足し算できませんけど、14ですかね。14だけ流れているんですけども、そうすると、容量が14の st カットっていうのが存在するはずです。で、実際に見てみると、まあ、ここ、ここだけですね。まあ、ここだけっていう、その s だけっていう st カットを持ってくると、そこから出ているこの容量を足すと14になってるので、あ、確かに今、この赤いのは値が14の st 流であって、この s だけっていう st カットが容量14の st カットなので、確かにその最大流最小カット定義から、ここに書か,かれてる赤いのが、 最大流であることかは分かるということになるわけです。いいですかね。で、これは、まあ、この、えっ、ー、と、今考えていたところで、元々与えたこの紫のものが最,最適ポテンシャルであるということを、まあ、この最大流問題を使って確認するっていう方法をご紹介したということも言います。ではですね、じゃあ元々、ここに与えたポテンシャルが最適ポテンシャルじゃない場合にはどうなるのかってことを言います。で、これが先ほどのその例でいうと一つ目の方の例でした。 えっと、これ、その最適ポテントじゃない例なんですけども、同じように、この右側に最大流問題のを解くためのネットワークを作ります。で、こんな形になりますと。えっ、ー、と、もともとのネットワークありまして、えっと、S と T をと付け加えてると。で、えっと、流す量決まってないところの、えっと、なんだっけ、えっと <laughs>、容量はそのままなんだけども、えっと、ゼロのところ、ゼロ流すと決めたところの容量はゼロと。 で、この、えっと、容量いっぱい流しようと決めてるところですね。例えば、この V0 から V1 のところについては、えっ、ー、と、S から V1 ですね。S から V1 のところに元々、もともとに入った、V0 から V1 に入ってきたものが S から V1 に入るようになると。で、V0 から出ていくようになっていたものは、V0 から T に向かって出ていくるようになると。いうことになります。でか、ね、まあ、V0 からは2と2出ていきますから、全部で4出ていくような形になっているという形で、このネットワークを作っていると。 V3 にも、V4 ですね。V4 にも2入ってきてますから、S から V4 にも2入ってくるという形になって、このような右側にネットワークができまして、この上で最大 ST を求めましょうという形になると。で、実際またその最大流問題に対するアルゴリズムとかまあ考えることによって、その最大流見つけるわけです。最大 ST を見つけるわけですで。そうするとこの場合はこんな形になる。で、こうすると今、S から流れ出ている量が3たす0たす 1たす2なので、これ、えっと、6になってます。6になってますが、えっと、容量の和は3たす2たす2たす1。で、この S から V1 に向かっているところは容量になるんだけども、に流れてませんから、S から出ているこの容量の和の分だけ、精一杯、えっと、この S から T には流せないわけです。このネットワークにおいては。だから、これ今、値が、えっと、3たす1たす2なんで、6の、えっと、ST 流しか、 最大で見つけられなかったということになります。で、本当は、本当は8流したかったんだけども、6しか流せなかったから、もともと考えていたところの、この頂点に割り当てた数値っていうのが、最適ポテンシャルではないということになるわけです。いいですかで、実際、今ですね、ここですね、あの、その、流量が、流量と値が6の、 ST 流に使ってるんですけども、これは本当に最大流なのかってことを確認するには、同じ容量を持つ ST カットがあればいいっていうのが、まあ、最大流最小カット定理だったわけです。で、実際に、これ、まあ、g とルートですね。この、あの、容量最小の ST カットとして、こういうものが見つかりますまあ、これ、一例です,ですけども、この SV1V2V4V5 ですね。えっ、ー、と、ST カットって何だったかっていうと、S は含むけれども、T は含まないような頂点集合でしたと。で、容量っていうのは、そこから出ていっている子の容量の輪です。で、出ている子は、 S, s から v0 に出ている子と,、えー、と v5 から t に出ている子だけです、えーと。入っている子は考えません。いいですね。こういうのこれ、これ考えません。これ考えません。入っている子は考えません。とで、出ていっている子の容量が3と3なのであわ合わせて6というとですね。だからこの、えー、と st カットの容量6で、 今、この赤で見つかっている ST 流の値と同じになっているということになっています。だから、この ST 流の、えっと、ここに書いている ST 流は最大 ST 流ですということが最大流最小カット定理からわかるということになっています。いいですかね。ということで、まあ、これがんど、ど、だけ頑張っても8流すことができなくって、最適プレゼではないということになるわけです。で、このように、まあ、この、 最大流問題を解くことによって最適ポテンシャルではないってことも分かりますし、最適ポテンシャルである、あるときには、この最大流問題を解くことによって、元のネットワークにおける、えっと、その対応する、えっと、B 流が見つかりますから、その B 流っていうのが最小費用 B 流になるということになるわけです。つまり、最適ポテンシャルがわか見つかっていれば、そこから、えっと、最小費用 B 流も今の手順によ従って見つけられるということになります。いいですかね。 で、これは、ま、あ最適ポテンシャルの定義と、その確認法の説明だったということになります。で、まあ、一般的な構成法を一を言っとくと、こんな形になると。何の構成法かって、その右側の、その最大流問題を解くためのネットワークどうやって作ってるかということです。なんか、その個があって、そのこの個 A ですけども、この容量が UA で、費用が CA。U のポテンシャルが PU、V のポテンシャルが PV だったとします。で、えっと、 この簡約費用がゼロだったら、まあ、これは先ほどの意味で言うと、そのこの個の上を流れる量は決まってないので、そのまんまこの右側のネットワークには持ってくるということになります。簡約費用が正だったら、この個の上を流れる流量を0にしなくてはならないので、そこの容量は0にしますと。簡、えっと、約費用が負の場合には、この個の上には容量をいっぱい UA だけ流すことになるんですけども、それは右のネットワークでは、この個を0にして V に入ってくるのが この項を通って UA なんじゃなくて S から UA 入ってきますということの形にします。で、U に入ってい U から出ていくのも、えっと、この孔に沿って UA 出ていくるんじゃなくて T にそのまま向かって UA 出てるっていうふうに見出しましょうということで、この孔の上を UA だけ流れるっていうのをまあ模倣するという形になりますということがあります。で、あとですね、V という頂点に、えっと、供給として BV っていうのがあるとしたら、それは S から BV の 供給があると考えて、その S から出ているこの容量を BV にしますと。はい。で、V から、えっと、マイナス BV というものが出ていく必要がある場合には、そこは、えっと、V から T に向かって、マイナス BV という、えっと、容量の項をつけるという形にして、右側のネットワークを作るという形が、まあ、一般的な構成法になります。いいですかね。はい。で、まあ、これで右側のネットワークを作って、S から T に 向かってですね、できるだけたくさん流すってことを考えてあげればよろしいということになります。はい。で、これを使うことによってですね、この最適ポテンシャルっていうものを使うことによって、この性カット最適性条件というのが述べられています。これは、ポテンシャルが最適ポテンシャルであるための必要十分条件を述べるものです。で、それを言いましょうと。今、まあ、設定は今考えている通り。 で、ポテンシャルを与えられてとします。で、そのポテンシャル P が今考えているネットワークにおける最適ポテンシャルであるための必要十分条件は何でしょうというものです。で、これは、ここに書いてあるものです。これまず読み上げます。えっと、任意の低な新部分集合 S。で、これは頂点部分集合です。頂点部分集合なんだけども、えっと、新部分集合って言ってるんで、V そのものではない。S は V そのものではない。 低だって言ってるんで、S は空集合ではないと。だから一つ以上頂点は持ってるけども、V そのものではないというのが S です。で、そういうその任意のものに対して、ここに書いてある左辺の式の値が必ず0以下ですよというのが条件です。で、この左辺の式が、まあ、こんなものは、あの、このも違う。こういうものは覚えるものではなくて、まあ、あの、 知りたくなったら調べて、これあの見返、あの見直してもらえばいいんですけども、まあ、ある量があって、これがその S に依存して決まります。S に依存して決まります。ですね。で、それが0以下になっていると。どんな S に対して別の言い方すると、えっと、待遇を取ると、P が最適ポテンシャルではないとき、ない、ん最適ポテンシャルではないための必要十分条件は、 この左辺を正にするような S が存在するってことになります。いいですかで、そのようなこの左辺をゼロよりも大きくするような S のことを正カットと呼ぶことにします。ポジティブカット。で、頂点集合なんでカットと呼ぶんだってことにはまあなるんだけども、これは先ほどのその最大流問題の時に考え、最大流問題を作って考えた ST カットを見るっていう発想から出てきていると思ってください。 で、それをじっと見ると実は、この式が出てくるんです。もし出てくるんです。で、それをまず、あの、考える必要があるんですけども、じゃあまずそもそも、この左辺はどういうイメージなのかと、イメージでうか、どういうことを言ってるのかってことをちょっと図を書きますね。今、S っていう、と色 S っていうのはこれ、頂点部分集合なわけです。S って頂点部分集合。で、これは V そのものではないので、V はもっとその、大きなところにあると。この紙面全体、スライド全体が V だと思ってください。 って感じですね。で、えっと、初めの項ですね。初めの項何を言ってるかっていうと、この S の中に入っている頂点に対して、この BV っていうのを足しましょう。というふうに言ってます。いいですかねで。それが初めの項です。で、二つ目の項は何なのか。二つ目の項は、えっと、デルタプラス S っていうものを言ります。これは S から出ていく項の集合です。ね。だから、S から出ていく項の集合があるわけです。で、それよりは、ね、UV としましょうと。と 今、この子が、このデルタプラス S の要素です。で、そういう UV の中で、ここに書いているこの簡略費用が0以下であるようなものだけ考えます。ですねで。そういうものに対しては、その費用を引きます。左辺から。ですかね。だから、まあ、言い方は悪いかもしれませんけども、まあ、悪くないか。言い方が伝わりにくいかもしれませんけども、このような、 条件を満たす個があればあるほど、全体としては負になる傾向が強くなるので、この左辺がゼロ以下になるっていう条件を満たしやすくなります。ですかね。だから、この条件を満たすためには、この S から出ていってる個がたくさんあった方が、まあ、よ,よろしいということになります。で、一方で、第3項のところは UV がデルタプラス S の補集合って言ってるんで、この3番目の条件においては UV っていうのは、この S, s に入ってきているこの集合を考えているところになります。ですね。で、その中で、この間理費用が負であるものだけ考えます。で、そういうものに対して、そのこの費用を、えっ、ー、と、えっ、ー、と、費用じゃなくて容量を足します。足します。で、これは、その UUV ってこの、えっ、ー、と、容量、非、負のものを足してますから、この、えっ、ー、と、この s に入ってくる子は、少なければ少ないほど、この左辺が、 ゼロ以下になるっていう条件を満たしやすくなります。いいですか、まあ、そういうイメージを持ってほしいということになります。はい。ということをまあ計算しているのがこの左辺です。で、えっと、これ今から証明していきます。で、まず証明の考え方をまず言います。あ、じゃあそれは、その前にまず例ですね。で、えっと、これは何なのかっていうと、これ先ほど、これ、この、えっと、 ポテンシャルは最適ポテンシャルではないというふうに言っていた例です。だから、最適ポテンシャルじゃないので、この場合は正カットが存在するんです。この、これ,これ先ほどのこの作品ですけども、この左辺を0以下に、えっと、えっと、正にするような、えっと、S という頂点集合が存在するんですけども、それは何なのかっていうと、ここの今、V1、V2、V4、V5 と持ってたところ、これを S としましょうと。これを S とすると。で、そうすると、この S に対して先ほどの左辺が正になってしまうってことを言いましょうと。 で、まず、この、えっと、V、BV の場ですね。この S の中に、えっと、V2 には供給が1、V5 からは、えっと、えっと、需要が3あるというふうに言ってますから、この和、この S に対しては、1入ってきて、プラス1、3出ていって、マイナス3という形になります。だから、この BV の和は、この S に対しては、マイナス2になります。だから、ここマイナス2です。マイナス2ですね。じゃあ次、えっと、この、えっと、 S, S から出ている子で、この、あの、飛躍費用が、あの、簡略費用が0以下であるものを全部見ましょうということを考えるんだけども、そもそもこの場合 S から出ていっている子はありません。だから、その該当する UV っていうものはありません。ので、この輪は0になります。これ0ですね。0になりますで。次。えっと、S に入ってきている子で、簡約費用が負のところを見ましょうと。 で解約費用が負っていうのはどういうことだったかっていうと、その子の上を、えっと、この考える、えっと、B 流においては、容量をいっぱい流さないといけないというふうに言っていたものですが、だからこの場合は、S に入ってきている子が3つあるんですけども、その中で、この V0 から V1、V0 から V4 に向かっている子が、この条件を満たしているということになって、その2つの子の容量を足します。だからこの場合、2と2です。だから4になります。ここ4です。 でそうすると、マイナス2、マイナス0、プラス4っていうのはこの左辺の値でこれ2になるわけです。だからこれ左辺全体これ2なんだけども、これ正になると。いうことで、まあ正カット、この S っていうのは正カットです。ということになる。まあ別にだとたすると先ほどの正カット最適性条件に書かれている条件を満たさないような S があるので、ここに書かれている頂点に与えた値、ポテンシャルは最適ポテンシャルではありません。ということになる。ということになります。 ですかね。ということで、えっと、まあ、これ例なんですけども、じゃあ今からやるのは、この最適じゃなくて、生活最適性条件を証明するということです。で、これは先ほど、最大流問題のなんか、ネットワーク作ったんですけども、まあ、それを使っていくと思ってください。ですね。えっと、P が最適ポテンシャルであれば、先ほどのように作ったネットワークにおいて、最大流の値が S から出る、この容量の輪になっている。ってことが、えっと、ま、必要十分条件だったというとことを先ほど説明しました。 で、これ最大流最小カット定理を使うと、この、えっと、最大流の値っていうのは st カットの最小容量と、まあ、これ等しいわけです。ですね。で、s から出る個の容量の場っていうのは、これは、えっと、st カット s だけの容量なわけです。これですね。これかが簡に見えないんで、ちょっと書き直すと。 ST カット S の容量なわけです。ですね。だから、えっと、ここで言ってるのは何なのかっていうと、この ST カット S っていうものが、実はその最小容量の ST カットですよってことを言ってるというふうに、まあ、見出せるわけです。つまり、えっと、ST カットの最小容量が、この ST カット S の容量と等しいってことは、他のどんな ST カットを持ってきても、その ST カットの容量が、この、えっと、S から出るこの容量の和以下であるということが、まあ、必要十分条件になります。 あえっと、以上になるんです。こちらが最初ですから、ね、すみません。人間の ST カットの容量が S から出るこの容量の和以上になるということになるわけです。だから、問題は何かっていうと、ここに書いてあることが証明できればよろしいということです。だから、人間に ST カットを取ってきて、その容量が S から出るこの容量の和以上になるということが言えれ,ればよろしいということになります。で、これを、で、実はこの条件っていうのが、 上に書いてある条件と全く同じなんですよってことを今から式の上で確認していきます。はい。では、S から出るこの容量の割って先ほどの最後の、えっと、部分の右辺の方の量を考えます。で、先ほどのこの一般的な構成法。で、これで S からどんだけその子が出ていて、その子の容量の和は何でしょうってことを見ましょうと。そうすると、下の方ですね。この、えっと、V に供給があったら、 VV だけ供給があったら S から BV っていう、えっと、容量の子が出てきますので、それがまずかかってくると。だ BV が正のところで BV を,を取りますというのが、この形の子の容量の和です。で、もう一個あって、この CA-C、A は UV ですけども CUV-PU プラス PV が負の時には、この子の上には必ず、AU、え UA だけ、 流す必要があったので、S かから V に向かっててこのの UA だけの、えっと、容量を持つ個が出てくるとでそのようなこの容量の輪がここに書かれていますと。どういうことかっていうと、まず UV はもともと個であって、この、えっと、簡略費用が負であると。で、そういうときにはこの UUV を足しましょうで、これが S から出るこの容量の輪になります。で、これが先ほどの戻りますと、こちらですね。右辺になっているということになるわけです。 で、じゃあ次、じゃあこの任意の ST カットの要領を考えましょうと。じゃあ、まあ、じゃあ任意の ST カットを取ってくるんで、まあ、ST カットっていうのは、えっと、なんだったかっていうと、スモール S は必ず含んでるということで、先ほどの作り方だと、なんかここに S があって、ここになんかそのか G があって、ここに T があるという形だったので、この G の中から、なんか LargeS っていうのを選んできて、この SmallS と合わせて、これを ST カットだと見なし,し、なしましょうというのが、ここの書き方です。S と、 small s っていうのを合わせて st カットだと思ってますと。で、そうすると、その容量っていうのは、ここから出ている、この容量の終わりになるわけです。これはその、えっと、st カットの容量の定義でしたね。で、そうすると、どうなっているかということを考えます。まず、この、この st カットは、その s っていうのを必ず含んでるわけです。で、まず、この、えっと、下の方を考えましょうと。で、そうすると、この今 st カット考えてるんですけども、この st カットには必ずこ s は含まれてるわけです。 でえっと、もう一方の,です、ね、この V っていうのが、こっちのこの,この V ですね、この V っていうのが、この LargeS に含まれているか含まれていないかということで、えっと、場合分けがあるんですけども、まあ、含まれていない場合を考えましょうと。で、含まれていない場合には、えっと、ここに書かれている項の容量が、その ST カットから出ていく項になるので、その容量をここに足す必要があります。でそれがここです V、えっと S が S に含まれていない場合で BV は正ですと。その場合の BV 足しているのがこの上の方です。こっちの場合の、えっと、貢献です。で、えっと、下の方はですね、T は必ずこの ST カットに含まれませんから、このマイナス BV という容量を持つ子が、この ST カットの、えっと、容量に出てくるのは、この V がラージ s に含まれる場合です。この場合だけです。 だから、えっと、S がラージ、V が Large S に含まれていて、BV が負の場合には、このマイナス BV をこの形でこう足してあげなくちゃいけない。いいですかね。っていうのが、この BV に対する、BV が出てくる部分の、えっと、話になります。で、これがこの下2つの、えっと、場合に対応するということになります。で一方で、上の方ですね、ここら辺がややこしいんですけども、これを順番にやっていくということになります。はい。で、 まず、重要なことがあって、えっと、真ん中の場合、<laughs> この、えっと、簡約費用が正の場合、この場合は、この子が、その、えっと、S から出ていく子になる可能性はあるんだけども、その子の容量はゼロなので、ゼロなので、この、今考えている ST カットの容量には効いてきません。正の値を,を、の貢献がありません。だから、えっと、そのような子があったとしても、この、えっと、簡約費用が正になるような、 ここが、その、ティカットの、この、えっと、どこか出ていくこと,として現れていたとしても、それはこの容量に足す必要はないわけです。だからそれは無視してよろしいということになります。だから今考えるのは、こ、ま、の、あ、UV っていうのは全部、この元々のネットワークの子なんだけども、この、えっと、簡略費用が、非の場合とゼロの場合だけを考えればよろしいということになります。ですね。じゃあ、えっと、まずですね、性能が簡単なんで、これの場合が考えましょうと。 生の場合は、この ua っていう、あ、違う違ゼロの場合、ね、ゼロの場合、ゼロの場合考えます。ゼロの場合は、この子の容量 ua なんですけども、この ua っていうのが、この、えっと、st カットから出ていく子になるのは、u の方がこの st カットに含まれていて、v の方が含まれない場合です。ですね。だから、えっと、簡約費用がゼロであって、u が s に含まれていて、v が s に含まれない場合には、uuv を足しましょうということになります。 で、これが簡約費用はゼロの場合の話です。これだけが出てきます。で、簡約費用が負の場合。これはややこしいことがあって、えっと、その場合にこの UA という容量を持つ子が2つあります。では、まずこの上の子ですね。上の子、これが、この、えっと、容量に効いてくる場合はどういう場合かっていうと、S はもともとこの、えっと、ST カットに含まれてるんですけども、V が含まれない場合。この場合には、 この S から V に出ている子がこの容量に入ってきます。で、それはどういうことかっていうと、これは下の方なんですけども、えっと、簡約費用が負で V が S に入っていない場合ですね。その時には UUV 足しましょうということになります。で、一方で下の方なんですけども、T はもともと UST カットに含まれていないので、この間、この子ですね、U から T にかかっている子がその容量に に貢献しているのは、この U が入っている場合のみです。U が S に入,、えー、と S に入っている場合のみです。だから U が S に入っていて、この、えっ、ー、と、簡略費用が不である場合っていうのは、これも UUV を足してあげなくちゃいけないということになります。ですか。このようにして、この ST カットに対する容量が定まるということになります。で、やりたかったのは、この ST カットの容量が S だけからなる カットの容量、つまり S から出ているこの容量の和以上ですよということを意識で書きたいということなわけですで。それを意識で書き、書いたのが次のページです。ですね。これですね。この条件です。で、これは何なのかっていうと S から出るこの容量の和、2ページ前がここに書かれています。で、今計算したその考えている ST カットの容量っていうのがここに書かれています。 で、もちょっと、もうなんか、目がしょぼしょぼするような、えっと、まあ、式なんですけども、まあ、ここに書かれていることは、これ正しいと言これ同値になってます。ということになってます。だから今、これは、あの、この下の式は、人意の ST カットに対して、これが成り立つということだと思ってください。だから本来は、こういううになんか人気の、えっと、人気の ST カット、S ユニオン、S とかで書かなきゃいけないんだけども、まあ、ちょっと今、省略してると思ってください。ですね。で、今から何なのかっていうと、これを整理する。 この式を整理するってことをやります。で、それはちょっと大変なんだけども、まあ、順番にやっていくと。で、そうすると、えっと、何をするかっていうと、えっと、この式をですね、まあ、変形して、何とかが0以下っていう形に、ま、最終的にしたいので、気分としては、この左辺全体を右辺に移行するということをします。で、そうすると、この BV に関する部分と、この、それ以外の部分、というふうにこれ分かれるわけです。 で、まあ、それを分けて考えましょうっていうことになります。で、まずじゃあ BV のところから見ると、えっと、これマイナスこれですね。<laughs> これとか言っていいよ <laughs> あんまりできませんけども、この右辺の部分、マイナス左辺の部分、これちょっと書いてみましょうと。で、これになります。で、そうすると、これが先ほど右辺の部分で、これ左辺の部分にマイナスつけたものですね。で、そうすると、どういうふうになってるかっていうと、これはややこしいですね。その BV が正のところと負のところに分かれていると。 ですね。で、えっと、これ、初めのところは、V の取りうる範囲が、えっと、ラージ V 全体なわけです。いいですね。で、ここですね。で、2項目は、えっと、S に入っていない、今 S っていうのがなんかあるんですけども、S に入っていない部分を引いてるわけです。だからこの外側ですね。この外側を引いてるわけです。だから、V 全体から S の集合のところを引いてるので、これ全体としては、S に入っている部分だけが出てくるということになります。いいですか で、後ろの方は、もともと S に入っている V だけで足してるんだけども、マイナスマイナスなんで、これプラスになります。で、そうすると、BV の和で、えっと、V は S に入っていて、BV は正か負で、2つに分かれてるんだけども、これは、まあ、1つにまとめられて、えっと、S に入っている V に関する BV の和です、ということになります。いいですかで、これで、その BV の部分はかけた、ということになります。はい。じゃ次ですね、えっと、イコールのところであましょうと。と と、前のページに戻ります。イコールのとこへ、ここが決めます。で、これを、えっと、右辺に持ってくると、この、えっと、和のマイナスが出てきます。これですね。マイナスが出てきます。で、そうすると、これ何なのかというと、今、uv っていうのは、ええっと、こなんですけども、えっと、今、s があって、u は s に入っていて、v は s に入っていませんよ、というような条件が書かれています。で、これは取りも直さず、 この uv っていう子が s から出ていける子ですよということを意味していることになるわけです。いいですかだから、ま、この部分、その、えっと、簡約費用がイコールゼロになるところの和は、ま、このように書けますと。で、これで、ま、その s から出ていくっていうような書き方がこれで出てくるんで、また分かるということになります。で、あとは、その簡約費用がこのとこです。これですね。えっと、これが、あの、もともえっと、 右辺にあったもので、これが左辺から右辺に移行して出てきたものになっています。で、そうすると、とこれがややこしくって、何なのかっていうと、今、まあ、UV っていう項があるんですけども、その U と V のが S に入ってるか入ってないかで、いろんな場合があるわけです。で、これ今4つの場合があるわけです。両方とも S に入っている場合、これ今これ、これが S ですね。両方とも S に入ってる場合、U だけ S に入ってる場合、V だけ S に入ってる場合、両方とも変な場合、場合と。こういうふうになってるわけです。で、 えっと、何を言いたいかっていうと、これ、ど、どれもが、UUV の輪なんですけども、えっと、この4つのパターンのどの場合をここで足して引いたりしてるのかってことを全部追っていきましょうと。それ考えます。で、そうすると、今ですね、この初めの輪、初めの和は、このま、UV の場所には制限がないので、どのような子に対しても、この UUV を足してますよ、ということになります。だから、1の場合も2の場合も3の場合も4の場合もこれ足してましたということになります。 一方で、この二番目の和は、u が s に入っている場合しか足しませんから、これは1の場合と2の場合しか足してませんよと思います。ですかで、三つ目の項は、v が s に入ってない場合だけ足してますから、それはこれ2の場合と4の場合だけなわけです。ですかで、そうすると、1の場合をここで足していて、ここで引いてるので一1の場合これ,これキャンセルされます。ですかで、えっと、3の場合は、 えっと、はじめの項だけにしかないので、3の場合は生き残ります。だから、イコール3の場合だけ出てきます。で、えっと、4の場合ってのはこれ足してって、これ引いてるので、4の場合はこれはもうキャンセルされます。で、問題2の場合で、ここで2の場合1回足してるんですけども、2の場合2回引いてるので、マイナス2の場合っていうのが出てきます。いいですかただ、これは、えっと、3の場合の和、マイナス2の場合の和というふうな形で、この全体はかけると。 ということになるわけですでそうすると、3の場合っていうのは UV が S に入ってきている場合になっていて、2は UV が S から出ていっていることになるので、ここの部分の条件を書き換えると、こんな形になると。つまり、3の場合っていうのは、この S の補集合から UV が S に入ってきているような子になっていると。で、2の方は UV が S から出ている子になっているという形で、このという形で、この出ている子になっているという形で、 えっと、解約費用が負の場合の状況っていうのが、このような形で、ここですね。このような形で、まあ、かけたということになります。で、3つの場合ですね。まあ、A、B、C というふうにちょっと名前を付けてたんですけども、まあ、それらを全部合わせて足してあげると、どうなるかっていうのが最終的な条件としてででで出てくるものです。これが A の場合。これが B の場合。これ,です、ね、これが B の場合。で、これは C の場合です。で、それを足したら、えっと、0以下になりますよっていう形で移行したわけです。いいですかね。移行したわけです。で、S っていうのは、 なんだったかというと、えっと、あ頂点分集合を取ってきていることになるので、えっと、そ,そのすべての頂点分集合に対して、こういうふうな形ですよというふうに、まあ、今、ここで書いています。で、ここをよーく見ると、このデルタプラス S っていうのがこう2つあって、まあ、それが、えっと、解約費用0の場合と負の場合で、両方とも符号がマイナスですから、これを合わせてしまいましょうと。で、合わせてあげると、これが出てくると。符号をマイナスで、解約費用は0以下で、 uv は s から出ている子ですね。この部分を今一緒にしたと。これに合わせたと。で、あとは全部同じですと。で、そうすると、ここに書かれている式が先ほどの正カット最適性条件の式と全く同じになっているということになってます、あ。それは後で確認していただきたいんですけども、そういうふうになってますので、これで証明ができましたということになります。よろしいですかちょっと式変形が半雑ではあるんですけども、やってることは、あの、冷静になればわかると。 思いますので、まあ、こういうもんだというふうに思ってください。あとで確認してください。はい。で、これで、まあ、正確と最適性条件を得られたということになります。これですね。えっと、P が最適ポテンシャルある必要十分条件は、まあ、この式が任意の低いな新部分集合 S に対して成り立つということです。ということになります。で、そうすると、ここからですね、アルゴリズムが思,あの思い浮かぶと。つまり、 えっと、これを満たさないような S っていうのがあったら、それを満たすように、ポテンシャルを更新してあげればよろしいっていうようなアルゴリズムが思いつきます。で、それをやっていきたいというのが、最後、生活と消去法の説明になります。で、そういうことかっていうと、今この生活と最適性条件に導きました。で、ここから、今言ったようなアルゴリズムを考えましょう。自然に得られますと。で、どういうことか。 こんな形になると。例でやっていきましょう。となりますか生カット去法の例です。今このような状況がありますと。で、で生カット去法においては、最適ポテンシャルを求めようっていうような気持ちでやってきますで最。で、最適ポテンシャルが求まったら、先ほど言ったような形で、最大流問題のネットワークを作って、最大流問題、最大流問題を解くと、そこから最小費用 B 流が導かれるという形になるわけです。だから、最適ポテンシャルを見つけましょうってことをします。でそのためには、まず適当なポテンシャルから始めます。まあ、何でもいいです。まあ、例えば全部ゼロ。 ポテンシャルっていうのは頂点になんか、値割り当れば何でもいいんで、まあこれでよろしいと,うということになります。で、何なのかっていうと、このポテンシャルに対して、えこれ、これが最適ポテンシャルですかってことを確認するわけです。で、最適ポテンシャルじゃなかったら正カットあるはずなわけです。で、正カット、S が正カットであるための条件をここに書いてます。で、えー、っと、どういうことかっていうと、だから、まずこれ、ここに書かれている、 ポテンシャルが最適ポテンシャルかどうかってことを確認するために、先ほどやったような形で、最大流問題の、えっと、ネットワークを作ります。こんな形です。最大流問題のネットワークを作ります。ですね。で、今、えっと、ななのかっていうと、これ、えっと、これゼロなんですけども、すべてのポテンシャルが。そうすると、この、どこの子を見ても、えっと、簡略費用が正になります。 で、生になるので、金額費用正なんで、どこもゼロだけしか流してはいけませんっていう形になります。で、そうすると、ここの、まあ、あの、ネットワークも割と自命なものになって、この中全然流せないってことになります。流せないってことになるんですけども、まあ、ここで、まあ、流せないんだけども、何が重要かっていうと、容量最小の ST カットが、その最大流と対になって見つかってくるわけです。で、それを見つけますと。だからこれが今最小費用、えっと、えっと、容量最小の ST カットです。 でそうすると、ここからできる、これですね。このカットが、先ほどの証明から正カットになるということがわかるわけです。つまり、ここは、何かっていうと、ここに書かれている左辺の式が必ず正になっていると。で、実際にそうかってことを確かめようと思うんですけど、つけめと思うんですけど、どうなってるかっていうと、えっと、ここの、えっと、はめのこの輪は、 V0 足す V2 のその B の和なので、ここが今8になります。8になりますと。で、次のところですね。えっと、S から出ていっている辺で、えっと、簡約費用が、えっと、負のものの、あ非正のところから考えるんですけども、えっと、簡約費用が今全部正なんで、こ,この第2個が0になりますと。で、えっと、出て、えっと、入ってきている子の簡約費用を考えるんですけどこれ入ってきている子が1個あって、その簡約費用は、これは3になります。だからこれ3です。 ってことで、えっと、この、確かにこの左辺が、えっと、11かな ?11 なんで、正になってるということになります。で、この時に何をするかっていうと、この見つかった正カットのポテンシャルを大きくします。それが、えっと、更新です。で、どう大きくするかっていうと、この場合は、えっと、すべてのポテンシャル、元々これもともと0だったんですけども、一律に上げます。一律、えっと、一律っていうのはどういうことかっていうと、同じ数値だけ足します。で、どんだけ足すかっていうと、 今ですね、このカットは正カットだったわけです。これですね。このカットは正カットだったわけです。で、えっと、ここのポテンシャルを大きくすると何が変わるのかっていうと、ここら辺のこの PU とか PV、これが変わるわけです。で、このポテンシャルを大きくすると何がどう大きくなるかっていうと、えっと、S から出ていっている子における視点、 だこれ pu ですね。pu が大きくなります。pu が大きくなるってことは、この左辺ですね、この簡略費用が全体として小さくなります。小さくなるので、この、えっと、簡略費用がゼロ以下になるっていう条件を満たしやすくなります。ですかで、満たしやすくなると、えっと、なんなのかっていうだ、だからもともと cuv-pu プラス pv が せいだったのに、その、なんか更新によって C U v、cuv-pu プラス pv がゼロになることころがあり得るわけです。この pu が大きくなるので。ですか。で、そうすると、この、えっ、ー、と、左辺が小さくなります。だから、そうなるまで、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、ポテンシャルを大きくするか、あるいは、この、 第3項ですね。これも、えっと、この S に入ってきているこの、えっと、容量を、えっと、えっと、ポテンシャルを大きくすると、のですね、この PV が大きくなるわけですで。PV が大きくなると、この、えっと、CUV-PU プラス PV が負であるという条件を満たしにくくなります。 で、満たしにくくなって、例えば今、これはそう普段だけども、PU が大きくあ、PV が大きくなることによって、イコール0になると、この UUV っていうのを足すことがなくなるわけです。で、そうすると、この左辺が小さくなります。ですか。で、そのどちらかが起こるまで、このポテンシャルを大きくするってことをします。これ後でもう一回言いますけども、そのどちらかが起こるまで大きくします。で、その場合、そこの場合は1になると。うん。 ということになりまして、で、なんでかっていうと、これによって、えっと、どこかなこれですね、先ほどこの入ってきてると、この、この板った、この部分が、えっと、もともとの、あ、違う、これじゃないですね。えっと、これですね、これ、この、この、この,この出ていってるこれですね。これがあるんですけども、 えっと、これは、えっと、もともとの、えっと、飛躍、えっと、簡略費用1だったんだけども、今これ、えっと、ポテンシャル1に変えると、この、えっと、V1 から V4 のところに出ているところの簡略費用が1マイナス1プラス0で0になると。で、ここが減ると。あ、ふ増えるので、全体的に、この、えっと、左辺の値が減るということになります。いいですかね。<laughs> ちょっと、わかりにくいかもしま、ね、これませんけど、皆さん実際にやってみるとわかると思います。で、まあ、そういうふうな形で大きくすると。で、大きくすると、ここの形が変わるわけですね。 で、変えたものを書きましょうとで。今言った通り、ここの、えっと、この V1 から V4 のこの簡略費用はゼロになったので、ここの部分は、まあ、いくらでも取り、あの品だけ流,あの流せるようは決まってない形になって、ここは3になると。で、これで流せますかって話をするんですけども、これでもまだ流せないんですね、多分ね。流せなくて、例えばここにあるような、えっと、えっと、容量がゼロの、えっと、カットが見つかりました。 で、それは、えっと、もとこういうふうになっていて、これも、この、えっと、ここの左辺の量を見ると、正になっているので、これ正カットですね。ということは正カット見つかったと。で、この中の、えっと、ポテンシャルを上げると。上げて、この値を下げることができるまで、ポテンシャルを上げますと。で、この場合も1上げるのかな ?1 上げると、一列に1上げると、22に1になります。こういう形になると。ですかね。で、えっと、ポテンシャル更新されたので、またこちらのネットワークをっと作り直しましょうと。 で、作り直しますと。で、そうすると、ここら辺が、あの、簡略費用がゼロになって出てくると。いうことになります。で、そうすると、今度はですね、少なくとも2は流せますかね。2は流せるんだけども、ここに沿って。だけども、えっ、ー、と、2しか流せない。本当は5達3で8流したいんだけども、2しか流せないという形になります。で、こういうことで、えっ、ー、と、また先ほどと実は同じ性格とか見つかるんですけども、これに対して、またポテンシャルを大きくしましょうということをすると。大きくしました。今、これ、また1上げました。 で、また右側のネットワークを作り直しましょうと。この形になると。で、そうすると今、ここの部分が、えっと、えっと、えっと、簡約費用がマイナス1になるので、ここのところはもう 2, 2流さないといけないところれ決まりますと。で、それに対応した子がこう出てくるということになります。で、そうすると、えっと、これは、えっと、S から全体として2たす5たす3のこれ10流さないといけなくなるんだけども、どうでしょうかということを見ると、えっと、これは、まだこれ10流せなくて、えっと、これは、 と、3と2ですね。と2。だから全部で7しか流せないという形になっています。10流したけども7しか流せませんという形になっています。ので、えっと、この V0、V3 っていうところが、えっと、正カットになっていて、ここのポテンシャルを大きくしましょうと思います。で、これも1かな ?1 を大きくします。で、そうしたら、またこちら側の、えっと、左側、右側のネットワーク更新して、新しいものができますと。とこの形ですね。 で、えー、っと、ここの部分が今ゼロになりましたと。ですね。で、これで、えー、っと、どんだけ流せますかってことを聞くんですけども、あ、これはゼロだったのっうことですかね。すいません。えー、っと、ここですね。ここは変わりましたと。ここが変わってこう流せるようになりましたと。ということになって、どうでしょうと。見ると、実は、これは、えー、っと、頑張れば全部流せるような形になっていると。ちょっとかっちゃう感じですね。これ、この、えー、っと、 正確と探索すると、この最小 ST カットが S だけになっていて、この場合は実はこの2と5と3全部流せましょうって形になっていると。で、実際どうかっていうと、それに対応するサイトにこんな形になっていると。で、ここの部分を元のところに戻してあげると、こういうような B 流が得られて、実はこれが最小表 B 流になってますよということになります。ということです。で、これが正カット消去法。 なわけですね。だからそのポテンシャルをどんどん大きくして更新していくことによって最適ポテンシャルを見つけましょうという、こういうようなアルゴリズムです。で、一応アルゴリズムを書いてみたと。まず、まあ、任意のポテンシャルから始めます。ですね。で、正カット S が存在する限り次を実行しますと。で、それは何かっていうと S の頂点のポテンシャルを一律に同じ量だけ、あの、増やすということです。で、いつもどこまで増加するかっていうと、これですね。この、 S, S から出ていっている子が、新たに、この、えっ、ー、と、なんだっけ、簡略費用をゼロにするか、S に入ってきている子の簡略費用が新たにゼロになると。はじめの方が、えっ、ー、と、起こると、この、負になる部分が増える。で、後ろの部分ができると、この第三項が減ることになって、この、 えっと、この S が正カットであるという度合いが減っていくということになるわけです。ですかね。で、これを、えっと、繰り返すと。で、最終的に、この正カットがなくなったら、今、得られている P を出力しますと。で、そうすると、正カットがないときのポテンシャルを出しているので、それは正カット最適性条件から最適ポテンシャルですということが保証されるということになります。 つまり、正当性ですね。生活とですが停止したときには、この出力 P っていうのが最適ポテンシャルになるってことが、生徒性条件から分かりますと。ということになります。で、これちょっと不思議なアルゴリズムで、まあち、ちゃんと説明していないのはいけません、いけないかもしれませんけども、このなんか、ポテンシャルはこうなあああ、ポテンシャルを上げると、上げると、なんかこの生徒のこの左辺がまあ減るようになっていくんですけども、これは実は、 どういうことをやってるかっていうと、その相対問題を見たときに、あその最小表理問題ですね。最小表理問題は相対問題を見たときに、その相対問題の目的関数値をどん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 大きくしようとしているというふうに見出せます。何を言ってるかっていうと、今この青で書いているこの左上のもの、これが相対問題。ですね、そあの最小表理問題の相対問題なんですけども、で、これは相対問題の選数として、これ Z というものと Y というものがあったというふうに言ってました。 で実はこれらは、えー、とポテンシャルと関係していて、まあ、Y はそのポテンシャルそのもの。で、Z の方もなんかポテンシャルと費用から計算される何か値として置くことが、まあ、できますよって話を、まあ、第9回の時にちょっとしてました。で、まあ、それで置き換えてあげると、まあ、この問題とはこういう形の、まあ、なんかまあ制約のないような問題になります。なります。で、じゃあ、この 目的関数値を最大化するっていうのが、まあ、相対問題になってるわけですけども、性カットを消去する、先ほどのその、ポテンシャルを一律 S において上げるってことをすると、必ずですね、この目的関数値が大きくなります。で、今これ、相対問題を最大化しようとしてるので、目的関数の値をどん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 大きくしていって、最大化しようっていう気持ちが、まあ、性カット消去法にはあるんだっていう、まあ、イメージも持ってほしいと。 思うわけです。で、本当にそうなのかってことをちょっと、あの、これを計算してみましょうと。ま、この式が、どうなるか見てみます。で、これがちょっとややこしいんですけども、ちょっとここはあの、あんまり細かい説明はせずにやっていこうと思いますけども、まあ、ややこしいんで。今これ先ほど書いた装置問題です。で、今ですね、セイカット、ラージ S っていうものが見つかったらしましょう。セイカットっていうのは、ここに書いてある式を満たすようなラージ S です。 で、その正カットの中の頂点 V に対して、PV を PV プラスデルタに更新し,ようしましょうと考えます。ちょっとこうデルタは今、微小だとします。微小っていうのは何なのかってことは、あんまりちゃんと言わな微小だとします。で、どうなるか。で、このような更新をしたときに、ここに書いてある目的関数ですね。目的関数の値が更新後と更新前でどのように変わるのかって、差を見ましょうと。 で、差の一番分かりやすいところは、まずこの BVPV の輪のところなんで、これを見ますと。で、これは V が LargeV に入っているところを全部で足すんですけども、今 PV を PV から PV プラスデルタに変更するのは、V が LargeS に入っている場合のみです。だから、この輪のところで変わるのはどの分かっていうと、SmallV が S に入っているところだけ、デルタ分増加するわけです。だから、この pv, っ、えー、と bv, pv の輪の部分の増加分っていうのは pv デルタの輪になります。でしかもこの輪が s に入っている頂点だけで取られるということになるのがこの最後のところから出てくるものになります。いいですかね。じゃあ、し、えっ、ー、と前の方どうでしょうと。前の方はですね、 何なのかというと、今ですね、この -cuv プラス pu マイナス pv っていうのがあるんですけども、これは書き直すと、これはマイナス -cuv マイナス pu プラス pv になっています。ですね。で、この後ろの,このカッコで囲んだ部分っていうのは、ここの条件に出てくるこの簡約費用とこれ同じなわけです。ですね。だから、えっと、今、何が起きてるかっていうと、この cuv マイナス pu プラス pv が正の場合、 正の場合は、このマックスなんとかっていうのはこれゼロになります。ゼロになります。で、正なんで、この PU とか PV をちょっと動かしても、このマックスなんとかなんとかこれ正のままです。あ、ゼロのままです。ゼロのままです。だからゼロのまま,ま,ま,まだから、更新後も更新前もゼロのままなので、その差もゼロです。だから、 えっと、cuv-pu p ラス pv、この、えっと、簡約費用が、正のところは、この、えっと、更新後の目的関数値と更新前の目的関数値の差のところでは現れません。で、何だけが現れるかっていうと、これが0以下の場合だけしか現れないということになります。で、0以下の場合で何が現れるのかというと、えっと、そうすると、えっと、0以下の場合には、この max0、なんとかかんとかと書かれているものは、 これ何になるかっていうと、この、えっと、後ろの部分ですね。後ろの部分が、これが必ず0以上になるので、その、えっと、条件のもとでは、ここの部分っていうのは、マイナス Cuv プラス Pu マイナス Pv になります。ですかで、今、PV p v を Pv プラスデルタに変えるんですけども、もしですね、この U も V も両方とも S に入っていたら、Pu が デルタだけ増えて、PV がデルタだけ増えるので、この差っいうのは変わんないわけです。いいですかだから、この差が変わるのは、U だけが S に入っているか、V だけが S に入っている場合だけです。いいですかで、U だけが S に入っていってるのは、この UV が S から出ている子になっている場合だけです。いいですかで、その場合は、ここに書かれている量が、えっと、この、 式ですね。の U の方だけ、PU だけデルタ増やしても0以下であるという条件が成り立っている場合には、この UUV デルタっていうのが差として出てくるということになります。で一方で、えっと、V の方だけデルタ増える場合には、こうですね。このような形になっていて、それは V だけが S に入ってますから、U から V に向かっている子が S に入ってきている場合だけがこう出てくるということになります。 ですかね。で、その時には、えっと、pv が増えるので、このマイナス pv ですね。これが、えっと、マイナス pv、マイナスデルタになるので、差はマイナスデルタになります。ですかね。ちょっとこれは、ちゃんと計算しないと、間違えますけど、マイナスデルタになります。ですね。で、ここら辺が、ちょっと、いかん、いかんのですけども、これ、デルタが微小なので、このように P v、pv を、えっと、pu、 を pu プラスデルタにしてもゼロ以下だってことは、もともとこれは、えっと、この、えっと、なんだっけ、えっと、解約費用がゼロ以下であるということと、まあ、この条件が同じなってことになります。だから、この、し、えっと、解約費用がロだ、えっと、解約費用が正だったものにデルタマイナスして、イコールゼロになることは、このデルタが微小だったら起こらない。っていうふうに、ぐらい小さくデルタを取ってると思ってください。 で一方で、後ろの方は、この cu-cuv-pu plus pv plus delta が0以下っていう条件なんですけども、これデルタを足しても0以下であるってことは、まあもともとのこの簡約費用は0未満であったというふうにまあ考えるというぐらい、まあデルタは、まあデルタは正なのでね、というふうにえっと思うというふうにします。で、今、マイナスマイナスは、えっと、全部プラスになるという形になっています。ですかね。 っていう形で、まあ、最終的に全部をかけると。でそうすると、ここの、えっ、ー、と、左辺のこの形は、この正カットに書かれている、この左辺かけるデルタになっています。ですかで、今 S は正カットだから、ここの式の値は正で、デルタも正なので、全体としてこれはゼロよりも大きいということになるわけです。 ということで、更新後の目的関数値、マイナス更新前の目的関数値はゼロよりも大きいので、更新後の目的関数値は更新前の目的関数値よりも大きくなっていると。つまり、この性格と消去法によって、目的関数の値、相対問題の目的関数の値はどん,どん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 大きくなっていくというような仕組みになっているというふうに思ってください。で、これは、不平を消去法においては、主問題の、えっと、境界 つまり、えー、と B 流があって、その B 流の値、B 流の費用をどん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 その不平等を消去することによって、下げているというものと、まあ、その逆の関係というの相通の関係になっているというふうにまあ思ってほしいということなわけです。はい、で、まあ、ここからはお話なんですけれども、性カットの工夫、選択はいろんなものがありえるんですけども、そこに工夫がないと停止しない場合があるはずです。 で、これは正しいはずなんですけども、ちょっと間違っていたら後で訂正しますけども、これは訂しない場合があるはずです。ちょっと、そういう文献を見たことがあるんですけども、ちょっと今、あの、私の手元になくて、ちょっと調べられなかったので、今、ちょっと、はずというふうに書いてしまってますけども、これは正しいはずです。はい。だけども、えっ、ー、と、正カットの選択に工夫をつけると、不平路消去法のときのように、えっ、ー、と、強他公式時間、アルゴリズムが得られます。で、まあ、一つの方法として、この最大平均カット消去法っていうのがありまして、 えっと、前回やった不平路消去法の場合には、えっと、最小平均平路。じゃないじゃないえっと。あ、いいですね。えっと。じゃあ、えっと、待ってくださいね。ミニマルですね。最、んちょっと今なんか、自分で最小だったか最大だったか忘れてしまいましたけどなんか平均平路っていうものを消去していくっていう。平均平路っていうものを考えて、えっと、それを考えていくって話なんですね。こちらは平均カットっていうものをまあ考えていて形で、それは先ほどのその、えっと、 ま、カットがあるんですけども、そのカットの頂点数で、先ほど考えていた値を割るというような形になっています。で、これはちょっと、ま、ややこしかったりするんですけども、まあ、その平均、えっ、ー、と、なじゃなくて、えー、と正カット一つ見つけるのは、先ほどのように、えっ、ー、と、最大流問題を解けば分かるわです。でも、まあ、その中でも、良い、えっ、ー、と、生カットを見つけようと思うと、ちょっと工夫が必要になるということがありますけども、まあ、工夫することによって、共託方式時間のアルゴリズムが得られるということになります。はい。まあ、これはお話だけです。で、 はじめの方に言ったように、生活と消去法は、その相対強制、ポテンシャルと相互性を満たしたまま、えっと、B 流を見つけに行くっていうような形の問題の構造になっているということで、相互性定義のその3つの条件を最適で満たしまして、最適性がありられますよという形の話になっているということでした。はい。 ではまとめなんですけども、今回は生活と最適性条件というものを紹介して、そこから生活とト初法が得られるという話をしました。で、まあ、前回不平度最適性条件、今回が生活と最適性条件からアルゴリズム得られますよということをやいましたで。次回は初めに紹介したこの簡約最適、あ、簡約費用最適性条件からアルゴリズムを得るという話をして、まあ、アルゴリズムの名前としては蓄字最短路法というものがあるので、それをご紹介するということになります。はい。ではこれで今日の授業は終わりにします。ありがとうございました。